本日は格闘技などで多くの活躍をしているキングレイナについて、大麻で逮捕されてしまう事件の他に AV 出演疑惑で世の中を騒がせてしまう。その原因がキングレイナの左膝の手術痕が酷似である。ということについての記事の内容をご紹介をします。それでは、記事の内容を説明します。2020年には AV 出演疑惑が浮上し、ネットで話題になっていたのだ。格闘技ライターが当時を振り返る。ある AV サイトに、キングレイナに激似の桃と名乗る女性の無修正作品がアップされ、たちまちキングレイナだと業界内が騒然となったのです。18歳という設定で出演していた桃は、顔バレを防ぐためにマスクをしていたが、キスやプレイの流れで口元を出していたため、本人だと騒がれたという。決定的だったのは、桃の左膝20センチほどの手術痕のような傷があったこと。この同じ傷が KING レイナにもあり、一部の記者が裏取りに走ったほどでした。同ライター桃は、一般女性とは思えないほど大胸筋が発達しており、日頃の鍛錬も伺えたが、作品では自称元競輪選手としてごまかしていたようだ。実は、この疑惑について、逮捕直前に KING レイナ本人が否定している動画がある。しかも、それは一緒に逮捕された小林容疑者の YouTube 動画だった。今年2月にアップされた動画で、AV 出演歴について聞かれたキングレイナは、今までこの話に一切触れていないんだけどなどともったいつけた上で、実はさ、処女なんだよねと全面否定していたのである。前出のライターが苦笑する。キングレイナをめぐっては、風俗店の勤務歴なども噂されていましたからね。とても額面通りには受け取れませんよ。突然の逮捕で再燃したキングレイナの AV 出演疑惑。真偽はともかく、復帰の舞台はリングではなくセクシー業界になるかもしれない。このキングレイナの事件に対して、ファンの中では多くの意見が集まっています。キングレイナの動画ってライジン出る前のやつか、ライジン出れなくなってからのやつか気になる。18歳とは言ってるけど、出る前な。キングレイナの動画どこで見れるの？この動画、東京熱で配信されたのが2020年4月25日になってる最近、撮影したのかね。これマジで本人か？左膝の傷を見ろ。キングさんの適正階級がいまいちわからん。岡村の言った通りだな、コロナでバイトがなくなって生活のために東京熱かばれないと思ったんだろうな。アンダーヘアーめっちゃ処理してて草。デビュー前ならともかく近年なら意味がわからない。金に困ってるのならいっそのこと大手メーカーで堂々有名格闘家としてデビューした方がよほど金になるはず。こんなのじゃ大して金にもならんし動機がわからない変な連中とつるんでるから弱みを握られて脅されて出てるとかなのか？高雪娘で親の借金の方だと思いたい。など、このキングレイナの件に対してたくさんの声が上がりました。注目の集まるキングレイナの今後の行方はどうなるのでしょうか？